出現室は、中国信頼の官僚、歴史家、字は、号は周藩、晩年は、礼岩は三人と合した、大宗修鎮要件の出身、蘇州の礼岩は山で、鎮徳仙について学ぶ。1753年、里見に合格すると、内閣中書に任せられ、軍旗どころに入った。1760年に紳士となり、1765年に、 管理院持続学士となった。千七百七十年に先生アゼチ、翌年には先生不正士となった。管は最終的に国交総督にまで上った。国交総督在任中の千七百九十六年、志考の白蓮教と常人勝サが放棄すると失言は志考に向かいこれを鎮圧した。千七百九十七年に病死すると大使府と司法を送られたが、 1799年に白蓮鏡の鎮圧に力を注がずに軍費を乱用したとして生殖を奪われ家財を没収された。学識は幅広く、経学、史学、金石学ぶ、地理学に通じていた。著作には属史実眼220巻がある。これは、僧、量、金元の生死を通史とするために史実眼続編。 草原史実岩、俗史実岩長編、史実岩後編などの資料をもとに20年かけて編纂したものである。門人の高領基吉によると出現は常日頃から、検祭を徴用したという。そのため著名な学者の小学誠、孫、星博士、大中、段田祭らが幕下に集まった。一方、段色家とも知られ、儀曲の遠因の利活ら感に連母し、 著名な詩人の園枚に、連坊の死を依頼して、求愛の死を歌った逸話がある。ありがとうございます。